空のキャンバスに指で描くような白い飛行機雲、どうやって飛べば雲ができるのか君が突然僕に聞いた。知らなくて答えに困ってたら、あれは飛行機の涙じゃないかな、君がぽつりと言った。僕たちはあれは立ってて悲しみのどこにもないになった。飛行機雲って自分じゃ何も気づかないうちに雲を作って、だからこんなに懐かせつない景色に見えるのかもしれない。長い髪が揺れ、そっと手で押さえた。君はなんとなく胸のざわめきを感じたんだと思う。愛しさを言えないのなら、僕たちは信じればいい。しものをしていないとうぬぼれてた。愛してるって確かめたってきっと答えらんでない。まさかこんな幸せにさえ狙い何かあるんじゃないか。それでも僕は君と一緒にこの空を飛びたいと願う。地上から空を見上げてると飛行機雲見えてても、エンジンの音は何も聞こえてこないね。僕は思ってるよりも泣いてる。君は遠くにいて声かけてあげることもできなくてごめん。振り向いたら泣いてたなんて、そんなことってあるのかなんて、僕は不安になった。飛行機雲って自分じゃ何も気づかないうちに雲を作って、だからこんなに懐かせつない景色に見えるのかもしれない。